擁壁フェンス沿いにミャンマーバナナが倒れかかって、その上に青竹がのしかかっていたので、今日はちょっと奥の方まで来てみたら、この竹が根ごとひっくり返ってずっと伸びていって、ミャンマーバナナの葉柄の中心ぐらいにかぶさっていますね。でこれが倒れた時に、ここのクッキングバナナの親株と一番大きい子株の葉身にぶつかって、その勢いで親株と子株の一番大きいものの家系がへし折れてしまったんだろうと思います。この状況から察しますとね、まあそちらのトーマンとかこちらのタイベジタブルとかもう多少の被害はありますが、それらは大したことはありませんが、ミャンマーバナナも立て起こせば大丈夫だと思うんですがね。一番の被害はこのクッキングバナナの親子株の家系が地上1メートルぐらいのところでへし折られたということですね。まあ、これはちょっと大きなダメージでした。まあ、これからまず青竹とこのクッキングバナナを処理して、それから向こうの斜めになっているミャンマーバナナの立て起こしを検討しようと思いますね。倒れ込んできていた青竹ともう一本枯れ竹を切断して、とりあえず向こうのミャンマーバナナへの負担を軽くして、それから家計をへし折られましたクッキングバナナの親子株をの家計を切断しました。折れたところはですね、茶褐色になってますので、一度そこで切っても、もう一遍その下で切っておかないと腐敗する可能性がありますので、まあ、カットしましたらこのようにすぐ中央の芯が上がってきていますので、まあ、これからある程度は成長すると思いますが、相当大きい親株子株でしたんでね、このカットバックがどう作用するのかは今後の生育を見て、あと対応を考えないといけないかもしれませんね。特にこちらの親株は本年出来見込みでしたので、今頃ここで地上1メートル弱でカットバックせざるを得ませんでしたので、どういう生き方をしてくれるのか、まあ観察の学習にはなりますね。まあ、こちらは本年じゃなく来年出来見込みだったんですが、おそらく、まあ、低木性で来年出来する可能性があることはありますね。このごつい竹の株、東北株は後で
ね、切り棒でつついて、この土をまず落とさないといけないですね。こちらの枯れた系が倒れてきたのは、ボリビアバナナの葉を枝で押さえていますね。まあでも大きな損傷はなかったので、これはこれからこの枯れた毛を切断してのけてやれば大丈夫だろうと思いますね。まあ、多少周辺で葉柄が折れたり葉芯が折れたりとかそういうのはありますが、まあそれは大雨とか台風とか強風暴風のたびにですね、あることですから、多少のことは辛抱して耐えて、さらに生き延びていってくれないと困りますからね。そちらのアッサマップは大丈夫でしたね。もう一株小さい方のこれはちょっとこの青竹にちょっと打たれたか触れられた感じがしていましたので、まあこの周辺の草も引いて様子を見てみたんですが、まあ成長すると思いますね。あとは草やら何やらに隠れて半分見えなくなっていたアボカド、四国のジーヤさんからいただいたアボカド、これはデューク7とか言いましたかね。2株は大丈夫でしたね。あともう1株別な品種でいただいたのを上の方に植えておいたんですが、それも大丈夫だったみたいですね。草の加減、さっきこの辺の草を払ったので草の加減になって、あ、ここにありましたね。これはキャンディーという品種でしたかね。これも打たれることはなく、なんとか無事でした。被害はクックバナナ2株と、あと向こうのミャンマーがどうなるかっていうことですね。ミャンマーは立て直せば大丈夫だと思います。本年結実できるんじゃないかと思っていますけどもね。合掌バナナの方はちょっと離れていましたから、この前から見たら今の親株とあと子株は大丈夫でしたね。青竹と枯れ竹が計2本倒れていた方から整理してきて、やっとこのミャンマーバナナのところに来たところです。最後に残っていたのはこの竹枝ですね。これをのけて見てみたら、葉柄が折れてるのは1枚そちらの1枚だけで、あとは大丈夫みたいでした。今小さな巻き葉のヒゲが覗いていますが、おそらくあれは縮小葉、葉芯矮小化が始まるでしょうね。そちらの三角形のコンクリート区画に植わっているのは持ちこたえてこんなつぼみを上げてきていますから、まあ、これはおそらくこのままいけるんじゃないかと思います。まあ、結実してバナナハートが
南の方に、私が撮影している方に傾いてきてぶら下がればどうかなとも思いますが、こうそこは支柱も立てにくいので、向こう側、掛けの反対側の方に土をだいぶ入れようかなと思っていますがね。さて、この擁壁フェンスに傾いたままになっているミャンマーバナナは結構これ太いですね。まあ、これを立て起こしてしっかりさせるというのはちょっと難しいというより無理が生じるようにも思いますね。まあ、不織布ポットに土をたくさん入れたのを用意してここに持ってきて、ある程度斜めになるようにして、それ以上は倒れない程度にして開花結実を迎えさせてあげないといけないなと思いますね。まあ、ここまで来たら結実には支障はないと思うんですね。沖縄のやんばるで栽培していた時もこういうような事例は、まあ、台風の襲来とともに何株も見てきましたし、また自分で構築した生け垣に乗っかるようにして結実した島バナナとかそういうのも見てきていますので、そういうのからするとこれはまだマシな倒れ方だったかなと思いますけどね。まあ、とにかくできるだけのことはしてあげなきゃと思いますけどね。あとは倒伏しているのはないと思いますね。まあ、竹をもうちょっと伐採しなきゃと今回のこのミャンマーバナナを見て思いました。向こうの奥の方の竹ですね、あれらをもっと間引いていかないとまた同じようなことが繰り返される可能性はありますね。ここから見るとトンソクバナナとそれからミャンマーバナナのつぼみが一緒に見えますね。